こんにちは、ハミラジパーソナリティのタメです。もっとこんにちは、ハミラジパーソナリティの奥村です。いや、僕の方がこんにちはタマイです。いやいや、結局何をタマイが言ってもその上のこんにちは奥村ですって言ってるけど、その上のタマイなんですね実は、こんにちはっていうことで、はい、これ切りないんですけれども、そう、これ気になるんですけど、まあ、これ何をやってるかっていうところと、まあ、今回の、ね、タイトルっていうのが絡んでくるわけです。そうですね、もうバレてますけど、今のが、うん、ね、ちょっとふざけてましたけど、まあ、マウンティングやと。こんにちは、俺の方がこんにちは、俺の方がもっとこんにちは。このマウンティングね。っていうね、マウンティング、そう。うん、マウント取ってくる人への対処法っていう、まあ、タイトルでね、今回は。やっていきましょうかと。そうで、うん、そういうタイトルやけど、まあなんか説明していくというよりは、うん、その界隈に関してね、こういうエピソードとか話したり、うん、こういうふうに我々捉えてるよっていうところから、それマウンティングってそもそもこうやってふざけてやるもんなんやっていうね、うん、であって、うん、ほんまにマウンティング取られてダメージを負うとか、そういう、うん、逆に自分も弱者に対してマウンティング取りに行くことによってセルフイメージ保つとか、うん、そういうもんじゃないよっていうのをね、ああ、はいはい、ふざけながらお伝えできたらええなっていうラジオね。雑にね。そう、雑に、はいはいはい、まあ、結局僕の方があのうまくね伝えるんですけどね。ね、うん、うん、で言うてるね、たまに東大で生きてますけどね、マウンティング取ってきますけど、結局俺の方がうまいこと伝えれるっていうね、うんうんうん、うん、いやいや、やっぱりあの東京大学卒業、ね、うん、最高学府出てるわけですから、説明させたら私の方がうまいと。そのせいでアスペになって、うん、あの共感力がなくなってるわけで結局私のような繊細な人の方がそういうマウンティングとかに対する対処法の説明も上手ですし、すごい伝わるっていうね、うんうんうん、っていう、まあこれ一生やってたら対処法について一個も喋らんと終わってしまうわけですけれども、うん、やっぱマウント取り合うとね、お互い結局うまいことできっていう、うん、でもこうやってふざけたマウンティングって今までのハミラジでもずっとやってるわね、うん、ずっとやってるな、ずっとやってる、うん、そういうもんやからな、マウンティングの、マウンティング、あ、マウンティング遊びみたいな、そう思ってほしい、そう、そう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 、なんていうかな、こうやってふざけたニュアンスで今、例えばこうやってマウント取り合ったりするっていうことの中に、うん、その真剣にマウント取ってくる人をバカにしてるっていうニュアンスが含まれてる。あ、そうそう、それをね、組み取ってほしいよね、うん、そう、真剣にやってる人をバカにしてるから、こうやってふざけた感じで、いやいや私がねとかって言って、そう、それが笑いになるというか、それがチョケになるみたいなね。そうそうそう、だからまあポイント一つとしては、バカにすればいい。そう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 、マウンティング取ろうとしてくるやつはバカにしてたり、だって、うんうん、あの考えてほしいんですけど、もうほんまにこのアミラジとかでね、うん、あの皆さん、あの、うん、玉井が東大や言うて、俺が学歴日本で一番上や言うて、うん、なんか、まあ、例えばリスナーの方とか、うん、まあ、私奥村とかね、あのマウンティング取りに来てたら、うん、みんなわアホや、うん、玉井って思うじゃないですか、こいつ、うん、そうやな、あのなんかそうやな、かわいそうなやつかみたいな、東大を一生何でもかんでもそれ引っ張り出してる、で、すごいなって言うてほしいんか、うん、頭よいいって言うてほしいんかな、たまいはみたいな、なんか認められてなくて悩んでんのかこいつって思うじゃないですか、うんうん、そういうもんやからね、確かになんかすごい過去の栄光にすがって、そうそう、多分この人今うまくいってないんだなっていう、うまくいってなくて、うん、頭いいですねって毎日何回か言われてやな、字が崩壊してしまう危機にあるのか、頭だからセルフイメージとしては、俺頭悪いなっていうセルフイメージで生きてらっしゃる方なんかなってなってくる、そうそうそう、うん、とか逆にね、頭いいじゃなくて、私奥村の場合でも、うん、俺こんなにナンパで美女をゲットしたでとか、うん、真剣に言ってて、お前ゲットしてないんじゃん、やばないそれみたいな、本気で言うてたら、うん、どう思います、うん、かわいそう奥村みたいなね、こいつ女以外0点なんじゃんみたいな、てか女も0点なんじゃんみたいなね、あの本気で女の人を好きになったことないんじゃん、かわいそうなやつなんじゃんってやっぱ思うじゃないですか、うん、そう、生まれてから今に至るまで愛されたことないんかな、ないから、なんか頑張ってそうやってなんか存在の証明をしに来てるんや、マウンティングを通じて、うん、って思うと思うんですよね、そうはね、そういう虚勢張ってるというか、虚栄心満載のに見える、うんうん、やっぱりで実際さ、うん、あのマウンティング、まあ、皆さんの周りでも取りに来てる人ってそういうことなんですよね、うん、やっぱ、うんうん、かわいそうなやつっていうかさ、うん、まあシンプルに滑ってるっていう、そんなもん思んないしね、うん、でマウンティング取ってやな不安というか、うん、ああそうだな、そう、うん、不安になってくるみたいなね、うん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 、そういう特徴あるよね、
だからなんかうざとかあキモとかで終わる、うん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 、べきことであって、うんうんうん、だからそこに ダメージを負ったり劣等感感じたり萎縮したりとかする必要は全くないし1ミリもないよ、うんうん、むしろ、うん、あのそうやって一個さ引いた視点でじゃあかわいそうやなって見れるようになってきたら、うん、楽しめるようにするのになってくるよね、うん、あのなんか俺に認められたがってるやんこいつっていう。そう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 、たまによるやん。おる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 。真剣な眼差しでなんかそのむっちゃマウント取ろうとしてくる人。うんうんうん、おるおるおる。うん、まあ、その人にはもちろんバレやんようにはするけど、こっちは、うんうんうん、そのもうむっちゃはもうこっちは笑けかけてるし、うんうんうん、笑いそうになってるし、うんうんうん、普通にむっちゃ興味なさそうに、でも興味ないことバレやんように、うわすごいっすね、さすがっすっていう感じでやり過ごすんや、うん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 、めっちゃある。まあ、最近やと別にゴルフとかでもさ、なんか同じクラブ持って俺の方がめっちゃ飛ぶっていうのを、まあ、おっさんとかが俺にやってきたりすんねん、うん、まあ、おっさんが同じクラブで俺何メートル飛ぶけどなみたいな、うんうん、俺が多分飛ぶからなんですけど、うん、普通よりちょっと、うん、で、お前若いでしたけど、うんうんうん、俺の方が飛ぶからなんて真剣にやってきてるんですよ真剣に、真剣にあのチョケじゃなくてね、うんうん、やっぱそういうの見たら、はい、おもろいなって思って、やっぱさすがっす、さすがっすって言って全部笑すまあそうやな。で、うん、バカにしてるじゃないですか、さすがっすって完全に。まあ、そうだな。でそういう人大体気づかないんですよね、さすがっす言われてほんまに褒められたと思ってるでなんか嬉しそうな顔したりするからね、そう、まあなみたいな、でもお前もなかなかうまいでみたいな、うん、アポロを出てくるみたいな、そうそうそうもう認められて満足したからこっちもちょっとこっちのことも褒めてくれるじゃないけど、うんうん、これあの別にビジネスとかナンパでもバッタなビジネス、俺の方があなんかもうビジネス始めて半年やけどもう100万稼いでる、まあ、もう200万稼いでる、うん、300万稼いでるって言ってきてマウント取ってきてる人にもやっぱり、うん、さすがっす、うん、金持ちっすみたいな、大富豪っす、大富豪っすね言うてそうやって返してるのが羨ましいっす、うん、教えてくださいっす言うてうん、うん、そうやなバレへんからな、そういう人、そういう人ってそうやって褒めてたらバレないっすからね、うんうん、まあ、バレてもええんやけど、ね、だからなんなら多分俺ら二人おって一緒におって、例えば隣に座ってて、うんうん、目の前で俺ら二人に対してマウント取ろうとしてる人が出てきたとしたら多分なんていうかな、絶対目合わせやん、ここ二人で、うんうん、で目合わせてお前行けよ、お前行けよみたいなそのお前ちょやめろやめろみたいな空気感になる。そうだなって、ちょっと俺行くわ俺さすがっすのやつ行くわ言うてそう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 、だからなんか そういう風に捉えたら、あのなんていうかマウント取られることない、取られることってないっすね、うん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 、し、まあ、別に取らせてあげたらいいんやけど、ダメージを負う必要ない、ダメージを負うことがなくなるから本当に、うん、なんかその人と比べて俺はダメなんやとか、うんうん、それもそれでなんか滑稽なんやけどね、言ってもうたら一番滑稽やな、マウント取りに来る人よりそれでほんまに取られてる方が滑稽というかね、そうそうそう、だからなんかちょっとだけ真面目なこと言うと、うんうんうん、そのなんていうダメージを負う人と負わん人がおるわけや、うんうん、で俺らがまあ負わない部類やとして、うん、結局なんていうかな、じゃあそこ違いは何かっていうマウントを取りに行くと、うん、そのやっぱ世間の物差しで生きてるかどうかと思うねああなるほどね、もう一般的に用意された、そうマウント取られる側も、うん、そう取られてダメージを負う側にも非があると思う。確かにもうその両者、取られる側取る側の生き方の物差しが全部一般的に社会が設定したレール、その物差しっていう、そう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 、学校やったらあのテストの点数高い方がマウント上側、低い方が取られる側、うん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 、で就活、大学就活になったら、うんうんうん、大企業、まあより有名な企業、いい企業に行く方がマウント取っていい側で、うんうん、それより下の企業に行く人が取られるが、うんうんうん、年収上の方が上、そう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 、美女とデートしてる方が上経験人数多い方が上みたいなね、そうやって全部あの、うん、なんか世間が決めたやつであって、皆さんが本当に人生の中で大切にしているものの物差しじゃないわけですもんね、うん、ないね、だから自分ものこともそうやって見るし、うんうんうん、もちろん他人のこともそうやって見る、うんうん、そうから、その世間の物差し、他人の物差しで見てるから、うん、だからなんか結局同じようなやつが自分のことをそう見てきてるなっていうのに対して敏感に反応してもうてるわけですよって、うん、
自分も相手のことをそう見てるから、うん、だから結局その 表裏じゃないけど、そのじゃあ今ダメージ負ってる人もマウント取られたとかって言っても、うん、でもマウント取れる側になったら多分マウント取るんよその人、うんうん、確かにあの自分より下やなっていう人にはすげえアドバイスしたりとか、そう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 、無意識にしてマウント、そのやり合いをこう一生 やり続けるというかさ、うん、だから人生をマウンティングの取り合いだけに使ってまうみたいなそうやな、そういう人間関係コミュニケーションばっかりになるみたいな、しんどい生き方やなそうだからそこから抜けないといけないかな、確かに超疲れるじゃんその生き方うん、その マウントの取り合いのラットレースから抜けなさい、ラットレース確かに、うん、金のラットレースより大変やな、うん、マウントのラットレース大変、うん、精神的にしんどいよ、それ何もメリットないしな、うん、だからなんか抽象的やけどやっぱ自分の物差しを探したりとか、確かに確かに、その作っていったりとか、自分の軸持つっていうのは大事よね、うん、本当に自分が人生の中で大切にするものが、なんか例えば俺とかやったら、うん、本当に自分が思うようにおもろい人生生きれてるか、まあ、ビビった時に攻めて挑めるかとかを大切にしてたりするから、なんか俺の方が美女とか俺の方が学歴がなんちゃらとか俺の方が金稼いでるって来られても何もほんまに思わんとか、うん、いやお前人生おもんないやんで俺終わってまうんで、うん、だからもうそういう人来てもあさすがっすで終わるというか、了解っすで終わるんか、天才っすね言うてよ、うんうん、だからなんていうかな、そうやって自分の土俵物差し作ったからといってじゃあ誰からも影響受けないかというとそうじゃないし、うんうんうん、いい刺激はいい刺激として受けるやん、うわ俺こいつの方がおもろいなクソとかさ、そうそうそう、カラッとした感情になってで、うん、そのうわクソ俺も頑張ろうみたいなのはあるけど、うんうん、でもなんか変になんかじとっとした感じでこう一喜一憂するか、確かになんか嫌な気持ちになって暗い気持ちになるみたいなね、うん、そう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 、うん、っていう必要はないし、うんうん、確かにこの人と会うたびになんか嫌な気持ちになるみたいな、セルフイメージ下がるみたいなさ、うんうん、そうだからそれをじゃあ受けてるってことは多分それはあ誰かにも俺やってるんやなっていう風に捉えて、確かに確かに自分の土俵物差し軸を作りに行くことが根本的な解決なんやかなとは真面目に喋るとね、うんうんうん、思うけど、うん、じゃあ玉井さん確かにマウント取られへんもんな一個も、まあだからその いなすからね絶対ね、いなすというか、うん、あの笑けてくるしこっちはじゃあ玉井さんより稼いでるやつが玉井さんに、うん、俺の方が稼いでるって来たらどう思う普通にまあ、あのその俺の方がビジネス教えるの上手いっていう人が、俺の方がビジネス教える上手いマウンティングと、そう真剣に取りに来てる人がおったとしたあなたもあのたまえもメールマガ書いてますけど、ビズキャンプや言うてなんかビジネス教えるやつやってるけど、うん、俺の方がいいやつ作ってますて、うん、いや全然っすねみたいな、あ俺の方がこうでこうでやこうですよみたいな、うん、いやまあなったらバレへんようにやっぱりちょっと口角は上がるよね嬉しなってますよねそう口角は上がるよね、むっちゃ俺に初対面の俺にめっちゃ認められたがってるやんすげえ玉井さんにすごいって認められたんやみたいなね、うそうあ俺に認められたんやっていうので俺が承認欲求満たせる、確かに逆にこっちがねそうそうそう嬉しなるぐらいのね、そうむっちゃ認められたんやこの俺に俺に認められるために毎日頑張ってるんかみたいなこいつはみたいな、ね、そう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 、かわいいやつやなみたいな、ね、なんかギリそう認めてあげる度合いもちょっとギリギリのちょうどええ塩梅の表現をして、もっと引き出したり、そうもっと頑張れって指すしみたいなね、うん、そういう遊び、そうそうもっと引き出して、はいはいはい、もっとマウント取らせに来させるというか、はいはい、取りに来させる、はいはいはい、意地悪ような遊び方を多分するけどバレへんように、うんうん、まあでも自分も多分そうやん、まあそうやな、俺大体さすがっすで終わりやな、さすがっす、うん、あの自分がね、あのさすがっすって言ってるの、ね、シーン今までいっぱい聞いてるけど、ね、で大体そういう人ってさすがっす言うといてほんまに嬉しなってくれるしな、うんうんうん、なんかバカにされてバカにはしてるんやけど、うん、なんか、うんうん、あんまバレずにというかね、うん、それであのバカにしてるやろってね返してくれる人はねいいけどね、あそうね、バカにしてるやろって言ってきたら、あこの人はこっちの人やっていうのが分かるから、マウンティング業界の人じゃなくてちゃんと普通にコミュ力高い人や、
そうそうそう、確かめれるからね、さすがっす言うといたら。そうそうそう、さすがっすって結構万能。そうだから皆さんも言うといてください、さすがっすってこのトーンでね。そうそう、トーンも 音階も合わせてくださいね、うん、完全に確かに。うん、だからほんまにマウント取ってくる人は気づかんし、うん、そうじゃないおもろい側の人はお前それめ逆に俺のこといじってるやんってなって、向こうはそうなったそうなったで喜ぶんやん。そう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 、お前バカにしてるやんけ。年上の人とか特に。そう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 、それをなんか自分の方が こいつの方が年下やん、なんか俺のこといじってきたなっていうのに嬉しなって距離縮むみたいな効果があるから。どえらい万能ワードよね、さすがっす W は。さすがっす W了解っすびっくり W とか、ね、びっくり W とかは、うん、万能やな、うん、万能やな。だからまあそういう人が来たらさすがっす了解っすって言うとけば、うん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 、いいっていうことかな。そうやな。まあそれで思い出したけど、ちょっと続けていいかな。あ、いいで。これまあ今さ我々男やから男同士でのマウンティングってあったけど、ちょっと最近、はいはいはい、ナンパとかのさラジオのテーマもあるから、これなんかナンパして女の人とカフェとか、うん、あの居酒屋飲みに行って、うん、女の人にマウンティング取られて、うん、自信なくしてる男子おったから最近。なるほど、異性感のね。そう、異性感のマウンティング。要はあのこっちが美女と飲みに行ったと、でその美女はどういうマウンティングの取り方してくるかっていうと、はいはい、この前こんないい男ともっとハイレベルなみたいな、金もあって学歴もあって、はいはいはい、こんなハイレベルな男をいつも相手にしてきてて、はいはい、経験も豊富です、うん、っていうことをアンに伝えてくるマウンティングの取り方してきて、うんうん、でその、うん、もう男側はうわそんな男と比べたら俺はあかんってことは、このビジョンを口説くことはできねえみたいな、うん、本当に落ち込んでまうみたいな。なるほど、これよく聞くねんけど。なるほどなるほど、これも全く同じ、さっきのが使えます。さすがっす、さすがっす。、うん、めっちゃええやん。そうそう、さすがめっちゃモデルやん、さすがっす、うん、羨ましいっす。、うん、まあそうです、さすがっす、さすがっすニュアンスで、うん、まあいろんな言葉使っていけばいい。そう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 、うん、同じですよこれは、うん、異性感マウンティング。基本的にやっぱりそのバカにするというか、うんうんうん、軽蔑するって言ったらちょっとあれやけど、まあちょっとなんていうかな、可愛いやつやなっていいように言ったら、可愛いやつやな、うんうんうん、認められたいんやなっていう風に思ってあげたらいいし、うん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 、っていうのがポイントよね。ポイントですね。あのマウントを取ってくる人の対処法を喋りたいんやけどさ、やっぱり、うんうん、まあ喋ってきてるんやけどさ、もともとあんまり取ったり取られたりせえへんやん。そうやな。なんかあんまりええ話できひんなっていう。確かになんか、うん、昔マウント取られるのにすごい悩んでた時期があって、こうやって克服したんですみたいなエピソードないからな。うんうん、うん、バカにしろって言われたらいくらでもできんねんけど。、うん、そうだ、エピソードトークしたいんやけどあんまりないもんね、多分。まあないな、それであんま悩んでたことはないからな。やっぱりまあ普通にシンプルにやっぱ滑ってるから。そうそう、なんかうん、マウント取りに行くのも取られるのもなんか、そんな自分は思んないってやっぱ思ってまうし、うん、うん、笑いとしても思んないし、うん、うん、っていうのがあるな。そういう ひねくれ者やから特にマウント取られにくいみたいなのあるけど、ああ、そうだね、なんかひねくれ視点を持つっていうのはいいかも。確かにそうです、ちょっとしゃに構える視点、うん、真面目な人はそのパラダイムをね採用していく。まあ今この間ね、あれ聞いただけで、うん、こいつらそんな感覚でおんのやっていうのがなんとなく伝わると思うんですよね。うん、さすがっすのマインドなんやみたいな。そうやな。ほんまにそういう感じで生きてるからね。そうやな。で、まあ、女の人のマウントっていうのは、うん、まあ、なんとなく理解できるけど、やっぱ男でマウント取ってくる男っておもろいよね、やっぱり、ね、なんかそのなんていうかな、 にじみ出る小物感というか、にじみ出る、確かに弱者の生存戦略感がすごいさ。おかま感すごい。そう、うん、ゲイやん、もうゲイやな、うん、ホモやな、うん、うん、そうだから、うん、まあそういう風に捉えていけばいいんじゃないでしょうか。で、参考までに我々はそんな感覚でおるよっていうことやし、そう、うん、ダメージを負う必要なんてないし、うん、ね、なんか劣等感感じたりとかする必要全くないですよ。ないない、うん、そのためやっぱ自分の軸持った方がいいね。うん、うん、そうだね。まあ、そう簡単に見つかるもんではないけど、やっぱりそれを探したりとか、探しに行くぜというマインド大事やな、ね、うん、そう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 、そこよね、うん、うん、だんだんできてくるしな、そのマインドがあれば、うん、うん、あとはもうシンプルに そういう人とあんまりなんていうか付き合わないようにすればいいよね。
うん、そういうやつと絡む必要ないしね、うん、疲れるし、うんうん、その友達はだっておらへんもんね、周りにそんなやつあんまいてないもん。確かにね、周りにマウンティング業界の友達一人もいてないもん。多分マウントと真面目に取ってくるやつおったら多分そいつゲロいじりされるから。そうやなゲロいじりしてマウンティングの一番ふもとまで行ってまうもんな、そいつ。あのマウント取ってくる人を萎縮させに行くやん。そうやな、こっちはふもとまで、うん、山のふもとまで突き落としてまうわそうやな、うん、だから多分水と油じゃないけどなんか肌が合わんから、まあそうね、仲良くなったりせえへんけど、うんうん、だからなんかマウント取ってくる人に対してはもう逆にこっちがそいつを萎縮させに行くぐらいの感じのコミュニケーションを取りに行くといいっていういいですね、はい、うんうん、ゲロいじりしてね、うん、そんな感じでゲロいじっていきましょう、うん、はい、という感じで、まあ、この音声も実はね我々がリスナーの方に対してのマウントを取るようなね、うん、ものの言い方で音声をお送りしてきたかもしれませんラジオマウンティングをね取りに行ってるというねだってまあ言うたら、いや我々は別にマウント取られたことないよねっていうのもマウントやから、うん、そう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 、うん、そう、まあ、それでまあ我々も承認欲求が満たされたと、うん、いうところで、ね、いうところで皆さんをね、アホやな、うん、このハミラジの2人はみたいな、うん、ふうにさすがっすって思っといてください。さすがっすっていう方はあいいね、そう、さすがっすと思った方はいいねとコメントをそうね、チャンネル登録もね、すげえっす思ってくれた方はチャンネル登録してくださいと。はいはいはい、ということで、そんな感じでありがとうございました。ありがとうございました。